みのりんの感謝で無茶ぶりセカンドシーズン特別編。おはようございます、川原みのりです。さて、前回も、特別編をやった気がするんですけどなんかまたお会いしましょうみたいな感じで言った気がするんですけど、今回も特別編でございます。で、何回特別編をやるのか、サードシーズンは始まるのか、ちょっとまだわからない状態ではあるんですが、本日もティコーナさん、相川店さんにやってきておりますので、今日も一日頑張らせていただきます。で、今日は何をするんですかね。何も聞いてないです。はい、3回も、はい、何かは教えてくれないんですね。はい、わかりました怖いな。何も知らされず振る。いきます。え、3回いい転がんねー、いつも転がるのに。めっちゃ4、もう1回、3、最後。あ、見えない4、3、2。はい、4、3、2ですね。でした。で、あ、そういうことあ、じゃあ、まあ、偶数だから4は2で232番台ですねはい232番台、なんだろう。え、埋まってたらどうするんですか。あ、なるほど、隣とかは OK、 了解です。で、当てたら移動のサイコロを振れるってことですね。はい、だ、結局自分の打ちたい台には座れないかもしれないということですよねわかりました。まあでもそんなに台数多いお店じゃないしな。うん、まあ、何回かサイコロ振ってたら調子いい台に行き着きそうな気もするし、頑張りますとしか言いようがありません。とりあえず232番台が何なのか見に行きたいと思います。232番。え、でもちなみになかったらどうするんですか。232番台、あ、ある。ジャグラジャグラっぽい、開いてました232番台です。ジャグラー、あ、でもジャグラーだったらすぐ当てられそうだし、レゴでもいいんですもんね。とりあえず当てれば移動のチャンスあり、了解です。よーし、はい、それでは232番台いきます。マイジャグラー4っすね、ほらね、マジでサイコロで今日打つ台の台番決めたの世界で3人くらいしかいないです、おそらくこんな完全に運任せというか、まあでもスロットなんて運任せみたいなもんですからね、常に。まあレグユーでもいいけど、できればビッグを当てたい。ちょっとジャグラーにずっとはね、痛くないなーっていうのがあるんで。おー、光った、来たー、よし。うわ、レギュラーでした。まあいいか、74ゲームです。3000円。どうしようかな、移動したいえ、クレジットぐらいはいきます。いや、いいです、大丈夫です、移動します。何を狙ったらいいのかもうわからない。とりあえず振ってみてからですね、いきます。結構大事、
何台隣1位とか2位は嫌だよー。4つ進みます。危ねえ、まあ、とりあえずジャグラーからは脱出できそうな感じです。はい、見に行こう。1,2,3,4 のディスカップはダメで、1,2,3,4 は OK ってことですよね。1,2,3,4で番長3か窓まぎもある。そうだな、もし横にまっすぐ進むとしたら日暮らしってことですよね。クレア行ってみますか。もっと新しいしちょっとしか触ったことないんで、もうちょっと打ってみたいなと思ってるんで、クレア行きます。はい、もっとクレアと飛王殿、女神の歌声と太陽の子供出て、行きます。なんかチャンスゾーンあるんですよね。もうボーナス合算は結構軽い感じだと思うんで、すぐには当てられそうな気はするけどな。お、これが1枚だった。はい、高確率。なさそう。まずは赤頭ビッグを判別。下段か、下段ビタ。まあおそらく入ってないですね、この感じは。はあ、はい。入った、チャンス目から入ったってことですもんね。まあ、その突入経験によって RT 突入率が変化。まあチャンス目は真ん中ぐらい。お、これが揃えば、お、揃った。RT 突入しました。はい、なんだ、簡単に入ったな。秘宝 RT でいいかな、とりあえず。30ゲームの RT です。まあ、この RT 中に当てられたら最高ですね。終わるで、RT 終わった後はチャンスゾーンにまた戻りますね。残念。はい、で、落ちちゃったので、結局リプレイタイムは1回だけでした。はい、RT じゃダメですもんね。はい、食い気味にうなずかれた。お、いい音が鳴ったよ。チャンス目じゃないか、違う、スイカだ。スイカで当たったりしてくれないでしょうかね。また、お、今度はチャンス目でした。はい、チャンス。高確率。お、ちょっと待てよ。そういうか、30%。お、南ミッション赤かったけど、あれ、次から赤かったかな。ちょっと当たりそうな。お、当たってました。あれ、黄色頭、あー、バケかな、バケっぽいな。
ですよね、やっぱね、ヒロ頭の化けでした。ボーナス確定、レグしか足んない。はい、84ゲームです。レギュラーボーナス。なんかこれがなのかな。あ、で、なんだっけな、なんか狙わなきゃいけない。ボーナス中はリール枠が白く光ったら逆押し振り打ちでしょうか。はい、うん、なるほど、だけでいいんですね、1回だけ。え、早っ、むず、あ、激むず、あ、そういうこと。惜しい、惜しかった。あ、全然全然じゃん。無理無理、何もできなかった。これはいいものを見つけたね。はい、来た、チャンス目。ダメってことですかね。あ、でもこれが光っとるから。おおおお、うん、揃いました、アルティです。急にアルティ来るのね。じゃあなんか違うやつにしよう、メモリアルアルティ。あ、そういうことね。ちょくちょくアルティ来てくれると、まあコインは減らなくていいですね。アルティ中何もできない。あ、落ちそう。はい、落ちました。またデポですね。ビッグは叩い。お、うん、チャンス目、やった。ヘイ鏡カスタムで。はい、残念ですが。お、なんでしょう。一番弱そうだ。あれ？お、チャンス目。あ、そっか。鏡だからなの？プレイリプレイ。おお。プレイリプレイできてました。はい、当たりましたね。なんだろう。1個だったら嬉しいんですけど、よっしょ、オッケー。よかった。おめでとう。はい、メコボーナス。食ビッグ、まあ、全部一緒か。よかった、125ゲームですね。めっちゃ懐かしい。はい、でビッグ中もレグと一緒で白く光ったら、1回逆振り押しで OK ですね。何気に持ち込んないですので、ふらってます。207枚獲得。よし、で、チャンスゾーン入ります。はい、あ、落ちちゃった、残念。チャンス目からの発展。おお、あ、いや、でもそうか、なんか全部カスタムによって演出が違うから、熱いのかちょっと分かんない。すごい大きさだ。なんかいい手はないかな。コレットが強いのか。よそ見すんなよ。いや、全然当たらなそう。いや、もう絶対当たってない。押してね。くそ、
ダメでした。こっちに何かある。RT を全然うまく活かせてない気がするんですけど、まあ、なんだかだプラってるしな。移動しちゃおうかな。5を出したいです。イニシャルで決め打ちで、はい、5を狙っていきたいと思います。5すなわちイニシャル D。 どれだ、これか、よし、いけ。うわっ、うわ、風がこれなかなか決まらないやつかもしれないですね。お、これ5じゃないですか。5ですよね。5でいいですよね、これは。いやいや、どう見ても5でしょう。どう見ても、どう見ても5の割合がめちゃめちゃ多いです。そう思いませんか。やった、うまい、うまか。見事、イニシャル D を勝ち取りました。よし、当てていくぜ。今のところチョイプラの状態ではありますので、持ちコイン内で当てたいところです。チャンスが訪れますように。早速スイカ、あ、じゃない、チャンスメント、うん、あるよ、あるんじゃない。運転が上手くなりたいなんて少し興味が出てる、少し興味が出てる。ダメか、はい、せっかく1ゲーム目でチャンス目を引いているのに。か、怪しい、はい、うん、おー、そろった、当たってました。ボーナスです、60ゲーム。よし、いいですね。 OKOK。よし、青か、はい、頑張ってダッシュ入れます。入らないか、勝ったりしない、うん、126枚でした。当たったは当たったけど、ちょっとまだ粘りますよ。大ドリフトベール、また、すごい、アセスチェンジです。そしてマルク、え、あ、もう入るってことだな。こんなところでチャンス出ないですもんね、レア役でもない。え、勝つしない、うわ、ひどい、裏切られた。そう、おやおや、ちょっとチャンスじゃない、だって、あ、え、 S ゲーム、まあ、ボタンが出たら、お、来た、よかった、チャンスゾーンですね、やっと入りました。お願い、せめて CR イニシャル D、 OK、うん、当てよう、当てます。どうしちゃったの？お、レア役を引いてる。これで仕留めてたらいいのに。5%来ましたね。このチェリーだから。お、緑増殖からの、お、おお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 
っくり、急にパトランプなりまして当たりました。さっきのフェリーで行ってたのか手前役とかかわからんけど、140ゲームです。チャンスで当たったのでレジェンドラッシュいきます。なんかあっさり当たったな、びっくりした。はい、さあ伸ばしますよ。だけど何もないか。だったらバトル中で引いてほしかったな。もうちょっと後で引けてれば。高橋圭介以外で、わーこれは熱いぞ。中里来い、庄司お前かダメだ。チェリーの方です。引きます。でも大丈夫。まあ庄司だったらね普通にいけてる可能性もある。おおフラッシュバック、てか、おや、いやこれボーナスとかっていう可能性もないですか。まだまだ、あーモードアップ、はい、いやどうでしょう。ちょモードアップしてるけど、おお、お願いします、チェリーでよっし、やる、うまい、あーよかった、上手です、安心安心。はい、継続でございます。よしよしよし、いや1戦目庄司出てきてくれたのでかいな。白、はい、ウィン、継続です。優しい優しい人がいいです、うん、狙え、おお、やったやった